おじさんです今回は記憶のお話をしていきます記憶という言葉は実に日常的な言葉です一般的には私たちが意識するところの過去の思い出や記憶力の良し悪しなどは心理学を学んできた皆さんにはおなじみの宣言的記憶と呼ばれています宣言的記憶は複数の種類で構成される記憶システムの一部です 広い意味で記憶は外界から受け取った情報を体系化して貯蔵しそして貯蔵されている情報を種々の情報処理で利用できるように取り出す能動的な過程です知覚学習情動思考などの認知システムに含まれるほとんど全ての心理機能は記憶なしでは成立しないのです 記憶は従来認知システムを構成する他の心理機能と同列に位置づけられていましたが注意とともに認知システムに関わる他の心理機能を支える基礎的な機能と考えることができますこの記憶の機能が失われた場合私たちはある特定の対象に対して高頻度で特定の行動を繰り返してしまいます例えば 引き戸の扉を開き戸だと勘違いして扉でガチャガチャしたりしがちですが一度引き戸だとして理解すると以降はすんなりドヤ顔で開けられますしかし記憶の機能が失われると毎度扉の前でガチャガチャする羽目になりますとても不便です経験に伴う継続的な行動パターンの変化コンマつまり学習を行うことは生活体が生存していく上で必須です 当然学習は記憶機能の活用を前提としています生き物は外界のさまざまな状況変化に適応するべく新たな刺激と応答の組み合わせを獲得して生活しています。それではこの記憶は脳のどこに存在しているのでしょうか答えは脳の至るところに存在するただし一つの記憶が脳全体にまんべんなく散らばっているわけではなく。 個々の記憶の特徴により脳のどの領域で処理されるかが決まっています携帯に関する視覚情報は視覚の複足路言語的情報は言語処理の複足時あたりに集中していますまず心理学概論などでおなじみの記憶の分類です記憶には記名保持 再生の三つ過程があります覚える、覚えておく、思い出す、ですこのいずれが失敗しても記憶は成立しません記名に失敗すれば覚えることも思い出すこともできません記名に成功しても忘れてしまえば思い出すこともできません覚えることができても思い出すことができなければ情報を取り出すことができません 記憶の分類にはさらに時間区分により分類する方法と記憶される情報内容により分類する方法と見分けられます伝統的な区分では記憶を持続時間的に捉え短期記憶と長期記憶に分類します。短期記憶は近年の執行機能の研究枠組みでいう作業記憶というシステムによって媒介され 背外側前頭皮質や全部体上皮質をはじめとする前頭付近の領域で処理されると考えられています。短期記憶は貯蔵時間が数十秒以内であり、ごく限られた記憶容量しか持っていない記憶を指します。講義で版書をノートに移すときに、一文なり一節なりを一時的に覚える場合がこれに当たります。印象に残ってずっと覚えているものもありますが、 大抵の場合、次の文章に移ったり、話しかけられたりすると、覚えていた情報は失われてしまいます。これに対して、試験勉強のために覚えた用語などは長期記憶にあたります。肺がい前頭皮質、肺がい前頭皮質と繰り返し唱えるリハーサルや、肺がい前頭皮質は作業記憶とか、都会意味的な情報と連合することによって、 少なくとも試験の日までは思い出すことが可能となります。短期記憶と長期記憶の関係は昔からよく机と本棚に例えられがちです。今だとコンピュータのメモリとハードディスクといったところでしょうか何か作業をするときに本棚から必要な文献を取ってきて机で文献を開きます。机の大きさに限りがあるように短期記憶の容量は小さく、 数字だとせいぜい7つ程度であるマジックナンバーセブンプラスマイナス2です神経心理学の領域では即時記憶近似記憶遠隔記憶の3つの時間区分をすることもあります数秒内の記憶は即時記憶今朝食べたものは何かようなものは近似記憶 小学生の時よく食べていた芝生の味の記憶のように比較的遠いものを遠隔記憶と言います短期記憶は即時記憶と近似記憶長期記憶を近似記憶と遠隔記憶を含む概念であると言えますそれでは短期記憶と長期記憶は神経科学的な実態として何が違うかというと。 短期記憶はある特定のニューロン群または神経回路網の継続的な電気的活動であるのに対して長期記憶はタンパク合成を伴う神経結合の再編成に依存する点であるという点です今回は長期記憶に絞ってお話しします 長期記憶は意識を伴う宣言的記憶と意識を伴わない非宣言的記憶に区分されます宣言的記憶はさらに2つに分かれます例えば系列位置効果のうち初等効果は長期記憶心筋効果は短期記憶を反映するといった知識を試験のために獲得したとしますこのような一般的な知識を意味記憶と呼びます その一方でそういえばあの先生系列一効果をテストに出します心筋効果の心筋を親に近いと書いたら不正解だと高速回転しながら言っていたなといった思い出もあるでしょうこのような個人的な思い出をエピソード記憶と呼びますどちらも後で誰かに語ることが可能な宣言的記憶です 宣言記憶は脳の領域として海馬を中心とする内側側頭葉と深く関わっています。それでは非宣言的記憶とはどのようなものでしょうかこれは世間一般で言われているところの体で覚えるタイプの記憶であす。例えば自動車の運転を考えると最初教習所で習っていた頃は 手順をいちいち思い出しながら操作を行いますが免許を取得し定期的に運転を続けているうちに音楽を聴いたり助手席の人と会話をしながらでもスムーズに運転できるようになりますところがふと誰かに運転の方法を尋ねられてもすぐには説明できませんこういう時は体を動かしてみる または動かしている自分をイメージすると実況しながら伝えることができます。こういった技能の習得に関わるような記憶を非宣言的記憶の中でも特に手続き記憶と呼びます。非宣言的記憶についてはさらに条件付けやプライミング非連合型学習などがあります。これら非宣言的記憶は記憶した内容のみならず、 その学習も無意識のまま進行し、記憶の成立は行動パターンの変化によってのみ観測されます。例えば、非連合型学習の例を挙げておく。非連合型学習には順化や鋭敏化といったものがあります。何かが腕に触れたとすると、最初はびっくりし、え、何々、という感じで反射的に腕を動かします。ところが、 その刺激自体に特に痛みや侵害性がない場合は、繰り返されているうちに次第に腕を動かさなくなります。このような刺激の反復により反応が減弱していくタイプの学習を順化と言います。一方で刺激が痛みや不快感と結びつく場合には、繰り返しにより反応は増強されていきます。これを鋭敏化と呼びます。 宣言的記憶に負けず劣らず大事なのです陳述記憶に関する神経回路モデルの一つパペッツの回路と呼ばれるものがありますパペッツの回路は海馬を中心とした神経経路です海馬から脳球を経由して乳頭体乳頭体視床炉視床全核 師匠体上回頭射、体上回、体上側を通って、海馬に戻ります。健忘の多くは、これらの部位の損傷によって引き起こされます。パペッツの回路を浄動の神経機構の一つとして考えられていましたが、現在では記憶に関わると考えられています。また、ヤコブレフの回路と呼ばれるもので、扁桃体から視床内側核、眼下前頭皮質。 向上側側頭皮質を経由して扁桃体に戻る回路もありますこちらは常動処理に関わる扁桃体を中心とした回路です海馬と扁桃体は密接しており相互作用しています楽しかったり怖かったりといった感情的な記憶が残りやすいのは扁桃体の入力があるからだと考えられています 記憶障害の発症時を起点にそれより前に獲得した記憶の障害を逆行性健忘、発症時以降の新しい記憶の獲得障害を全行性健忘と呼びます記憶障害では意味記憶とエピソード記憶が乖離することがよく知られています一般的な健忘患者では意味記憶が持たれていることが多いですこれに対して エピソードの全構性腱房が比較的軽く自伝的記憶も持たれているのに意味記憶が障害される症例も報告されています。意味記憶の障害が目立つ場合語義失語と呼ばれます。あるカテゴリーに属する事物の意味記憶の障害が目立つ症例も報告されています。このの場合、他のカテゴリーと比較して、 生物に関する意味記憶の障害が強いことも報告されている作話とは一部の記憶障害に伴う特異的な症状で嘘をつこうという意図なしに表出される記憶内容の変造です作話を呈する記憶障害の患者は全校性健忘と関連する病相パペッツの回路に加え前頭皮質 核を含む規定核などが両側性に損傷され遂行機能障害を伴っていることが多いとされています作話は脳の損傷によって記憶が断片化してそれを補完するためであると考えられています記憶の分類に対する概念は 1950年代から始まる記憶機能に障害を持つ患者に関する臨床研究から発展しました健忘症の患者は1950年代以前にもいたのですがこの時期にロベクトミーという脳の一部を切除する外科的手術が盛んに行われたことにあります記憶障害は脳外傷や脳血管障害 心的外傷などさまざまな原因で生じその頻度も少なくはありません記憶は複数のシステムからなりますので損傷部位によってさまざまなタイプが報告されています1953年に脳外科医であるスコビルは転換治療の目的で HM というイニシャルで知られる患者に左右両側の海馬と返答体 さらにその周辺の皮質領域を含む側頭葉内側部の切除手術を行いました。これは両側の側頭葉内側部を切除する初めての事例です。当時は MRI も X 線 CT もなかった時代であり生前の疾患部位の同定は困難でした。さらに事故等が原因の場合は損傷部位が数箇所にわたるなどして複数の要因が絡み合います。 そもそも記憶が複数のコンポーネントからなることも分かっていなかった時代に特定の記憶機能に関連する領域を同定することは不可能に近いことでした脳の切除部位に関して詳細な報告が残った HM の臨床例は極めて貴重でした左右両側の側頭葉内側部の切除手術を受けた結果 転換の症状は改善したのですが、HM は重度の記憶障害に陥り、日々の新しい出来事を記憶に留めることができなくなりました。例えば毎日通う病院の道順が覚えられなかったり、同じ本を何度でも初めてのように読みました。毎日会う病院のスタッフに対してもまるで初めて会う人たちのように振る舞い、彼らを再任することができませんでした。 当初彼の記憶障害は記憶全般に及ぶものと考えられていましたがミルナーらにより記憶の中に障害されたものと正常に残ったものがあることが報告されました HM の障害は長期記憶に限定されており短期記憶は正常でした彼は短期間であれば直前の出来事を記憶として保持することができました ところが誰かに話しかけられて注意がそれるとそれまで何を記憶していたか全く思い出せませんでしたそれから HM は鏡に映った図形を見ながらその図形をなぞるといった共像描写やジグソーパズルを解くといった学習も可能であったこれらの技能は数日経っても記憶として保持されたが学習を行ったというエピソードは記憶として保持されませんでした HM の障害は宣言的記憶エピソード記憶と意味記憶に限定されました前向性健忘に加えて HM は手術より少し前に起こったことを思い出すこともできませんでした記憶障害が発症するよりも前のことが思い出せない症状を逆行性健忘と呼びますがこの症状は手術前数年の出来事について顕著で 過去にに遡るれれ記憶が保存されていました。このことは側頭要内側部は宣言的記憶の形成に関与するが一旦記憶が固定された後は記憶の保持や早期には関与しないことを示唆します。